ステップ3、リピーターノードいくつかがあるんですけれども、まずは Rep1、First Generation のリピーターノードを説明したいと思います。でそのリピーターノードはまあまあ一世代でしょう。そしてアイコンはこういう、これになりますが、初の,の丸いアイコンになるんですね。そしてこれが左右に,にはと矢印があって、それが、がえっと、そっち側に,にはインタエンタングルメント作ることにはできるでしょう。 これがまずはこれが一番簡単な Repeater ーーなんですが大体今までの説明した Repeater ーーという用語を使っていたときは大体こういうものを目指してたんですねそれから各リンク右側のリンクと左側のリンクについては一つのメモリーだけは足りるかもしれませんがまあ複数があっても効率は上がりますそして簡単な 処理もできますが、それが、一つのキュービットゲートです、あるいは複数のキュービットゲートも,もできることは可能かもしれません。そして、測定でできますし、そして、これが、重要なポイントは、えっと、インターフェースは2つだけあるんですね。えっと、それが右と呼んで、左も呼んで、それがレフトとライトになります。そして、ネットワークに参加すると、どんな責任を持つでしょう まずは、Link Level Entanglement でそれが隣のノードにつながって、えっと、リオシモツリを作ること。そして、Entanglement Swapping を作って、それが Link Level の Entanglement が、えっと、つながってもっと長い Entanglement になるでしょう。それから、エラー管理は Purification でそれがエラー検知なんですね。そして、えっと、それが、 今までの説明した Repeater なんですが、これが Repeater2、Rep2 に,になるんですが、これが second generation、2世代のリ,リシ Repeater になるんでしょう。そしてこれが先の,のアイコンと似てるなんですが、チェックマークがついてるんですね。そしてこれがもうちょっと先端の Repeater o ー e なんですが、まだ誰も世の中には作ってません。 で、これが、各リンクについては、複数のメモリーは重要になりますし、先と同様には、まあ1、ワン・ツー・キューベット、キュービット・ゲートと2キュービット・ゲートはできるんでしょう。そして、シングル・キューベットのメジャーメント、一つのキュービットずつは測定できますし、それから、重要なポイントは、利用者誤り訂正を使うことなんでしょう。 そして、これがまあ、同様には、あの、複数、えっと、二つのインターフェースだけには、右と左だけなんですね。そして、ネットワークに参加すると、その、どの責任を持つでしょう。まずは、同様には、リンクレベルには、エンタングルメントを作ることなんですが、右も、左も。それから、エンタングルメントスワッピング。で、今回には、それが、物理層でスワッピングじゃなくて、それが、えっと、 ロンリーキュービットを使ってエンタングルメントスワッピングをすることでしょう。それから、エラー管理が,が誤り訂正を使うことなんですが、そうすると隣の、隣の相手も,もあの同じ利用者誤り訂正の,の手法をしなければなりません。そしてもう一つの種類にはルーターな,な,なんですが、このルーターが最先端の,のノードになります。 そして、これが、リオメモリーはいっぱいあった方がいいと思いますし、それから、もちろんそれが同様には、ユニテリー演算もできますし、シングルキュービットのメジャーメントもできますし、こっちには、見える通りには、2つのインターフェースだけじゃなくて、複数のインターフェースになってるんでしょう。まあ、2つだけに使うケースもあるんですが、目標としては、あの、複雑なトポロジー図のためには作ってやるでしょう。 そして、責任もいろいろあるんですが、まずは全てのパートナー、全て,全てのネイバーに,ととには、あのオシモツを作ることでしょう。そして、プロトコルは全ては用意しなければなりませんが、それがネットワーク運用のためになります。そして、ルーティングで、それが,がと経路選択のことなんですが、 複数のインターフェース持っていると、こっちに行くか、そっちに行くか、それが、えっと、決まることは、それがルーターの仕事になります。そして、ネットワークとネットワークの間には、えっと、そのネットワークのボーダーがあるんですが、それがボーダールーターと呼ぶことになります。そして、それの管理も重要になりますし、そして、 インターネットワーキングについても重要かもしれませんで。それがネットワークとネットワークの間にはどうやってルーティングとか資源管理とかにはどういうふうにできるでしょう。そして最後には、まあ一番最初のルーターが 1G のプロトコルしかしゃべれないんですが、だんだん進化すると 1G と 2G 両方喋しゃべるようになって、そしてそれの 通訳にもなるでしょう。それが、translation のことは重要になるかもしれませんが。そして、だんだん、機能は進むと、改善すると、3G と RGS。で、その RGS はフォトン,フォトンの Repeater Graph State にも作ることでできるかもしれません。そして、これが 1G の Repeater、2G の Repeater、そして Router ーーのことなんですが、 まあ、いろんな細かい違いが出てくると思いますが、基本的にその3つの,の,の種類を考えれば、えっと、リオシー・リピーター・ネットワークの構造が,が、えっと、分かるようになると思います。